みんなごめんね、急に呼んだりして。それはいいけど、奏、なんで枕を持ってるの？うん、僕もめちゃくちゃ気になってた。実はショッピングモールの抽選会で当たったんだ。でも私は今あるやつで十分だし、欲しい人がいたらもらってくれると嬉しいな。あげちゃわないで取っておけばいいような気がするけど、もしかして枕が変わると寝られないの？そんなことはないと思う。でも置いておく場所が。あ、そっちの問題か。確かにかさばりそうだけど、ベッドに置いておけばいいんじゃない？枕なんだし。そうだよ、奏、せっかく当てたんだし試しに使ってみたら？うんうん、めちゃくちゃ寝心地よくて効率よく疲れが取れるかもしれないよ。そうだね、今日の夜使ってみようかな。